もう一人ぐらい行けそうです。広い。ほんと広い。こんなに運転しやすいんだ。うん。おはよう。おはようございます。おはようございます。はい、ということでやってまいりました。今日は御殿場の、レースカートのサーキット場に来ておりますけれども、今日の動画はですね、サーキット関連ではなくて、前澤友作がスーパーカーを買ってみたシリーズ第6弾となります。第5弾は先日公開したアストンマーチンバルキリーという車でしたけれども、第6番は果たしてこれがスーパーカーというのかどうかわかりませんが初のトヨタレクサスさんで車を買ってみました。車種名がレクサス LM ということで、まあ、こちらがその車になっております。はい、バックの富士山も映ってるかな。はい、天気が良くてとても綺麗です。今日はこのレクサス LM をいろいろ紹介したいと思います。でいつもみたいにこう専門的なことだけじゃなくてですね、今回あの視聴者の皆さんからこの部分をもっと知りたいとか、この部分をもっと見せてみたいなリクエストをたくさん事前に受け付けておりまして、たくさんのあの問い合わせいただきましたので、それにお答えする形でこの動画を作っていきたいと思います。それでは車といえばということで、今日はこの2人にも来ていただいております。はい、 MG スーパーカーのお二人どうぞ。はい、こんにちは。皆さんもそろそろ覚えていただけているかと思いますけれども、皆さんから向かって左手より、はい、横溝直樹です。よろしくお願いします。山健です。はい、はい、拍手セルフ。まあ直樹はあのプロのレーシングドライバー、そして山健はただの車好きということで、そろそろ皆さんのおなじみになってきたと思いますけれども、そうですね、じゃあまず外装から行ってみましょうか。はい、これ一旦閉じた方がいいかな。閉じておきましょうか。はい、はい、自動柔らかいね。あ、安藤さん降りるタイミング、出るタイミングだじゃあちょっとついでに紹介します。安藤さん YouTube 今撮ってるんですか。分かってました。いつもドライビングを担当していただいている菅野さんです。菅野です、よろしくお願いします。もう50になったんですけど。50になりました、はい、僕と一緒で千葉県出身の菅野さん、はい、もう10年ぐらい僕はお世話になってます、ね、はい、お世話になってます。今日もう一人いる高根さんっていうドライバー、残念ながらここにはいないんですがまた改めて紹介したいと思います、はい、まずはこちらレクサス LM になりますけど、はい、まず LM という意味なんですけれども、うん、これラグジュアリームーバー、ラグジュアリームーバー的な空間で車を移動するみたいな、ラグジュアリーなムーバーというコンセプトのもと作られているんですけれども、基本的には最新型のアルファードとかベルファイアと同じプラットフォーム、うん、シャーシを使われています。ただ全一に言うと、5000、約130くらいで、ちょっと今のアルファードよりは大きめサイズになっています。このカーボン付きなんですけれども、最新型のレクサスと同じような、見る人から見たら、あ、もう一発で、あ、これレクサスだなって分かるような、あの、顔付きになってます、ね。そうなの。はい。なんか俺、これ最初見たとき、はい、気持ち悪い。ああ、このちょっとグラデーションになっていて、このハニカム構造になってるんですけれども、うん、なんか 見慣れちゃうといい、はい、いいと思う、ね、そうですね。最初はトゥーマッチだな。はいはいはい。ここはもう本当個人間で好き嫌いが分かれるところかなと思います。で、まあ、サイドから見たところで言うと、まあ、ウィンドウのこの辺のシルエット的が、こう、最近のレクサスと同じようなデザインになっていて、この辺も、あの、アルファードとかベルファイアとちょっと違ったデザインになっています。で、あとはこういった、このキャラクターデザインっていうんですけど、このデザインの、キャラクターデザインの入り方によって、アルファードとかよりも、より、こう、ちょっと、ラグジュアリー、高級感のあるような演出をしているというところですね。これはですね、あの、押していただけると。うん、何もなんないけど。はい。ああ、あ、これで開くんだ。はい。トランクが開きます。はい。まあ、通常は、この、裏側にこう、ボタンがあって開けるんですけど、そうすると、こう、取るときにこう、のけぞらなくちゃいけなくなってしまうんで、最近は、こういう、おしゃれに、エレガントに開けられるように、サイドにボタンがあるんですね。
全部自動。すごいね。なるほど。で、後ろのライト周りは最近主流であるこう、うん、1本。これかっこいいね。これいいですよ。で、これで、実は、リアのワイパーはここのウイングの中に隠れてまして、こういうところもスッキリ感、リア周りをスッキリ、ね、はい、見せるような。本当だ、すごい綺麗。まあ、車種名、正確には LM500H。はい。のダイレクト4っていうところで。500というのは何のこと?500万。いや、なんだろう、5メートル超え確かに500、何のスペックでも500。ボソボソいや、分かんないです、僕は。まあ、調べます、後で。車種名だから、うん。そんな深い意味ないのかな。何かにあると思う。ハイブリッド。ハイブリッドですね。はい。ダイレクト4。これ四駆になっていますんで、ダイレクト4っていう。あ、四駆なの?はい。あ、じゃあ、ついでにここ、説明しちゃう?トランク。いいです。はい。トランク、結構入るのよ。ゴルフバッグで言うと多分、3つぐらいは重ねたら入るかな。はい。まあ、ちょっとわかんないと思うから、こうやってやるけど。こういう感じで。おお、もう一人ぐらい行けそう。一人ぐらい行ける。僕行ってみて。そこに重ない。おお、いけるいける。いけてる。これ。ちょっと閉じてみて。危ない危ない。あ、閉じれそう。閉じれそう。うん。さよなら。入った。全然いける。いけますね。いけますね。いけるな。いけてるの。すごい。ゴルフバッグ余裕でした。人二人はいけると思う。すごいね。広い。室内ですが、このボタンもなんか意味ありそうだね。これなんだろう。ちょっとやってみる。あれあれあ、え、今エンジンついてないからだ。左じゃないですか。左。え、何の視覚強くか。お、本当だ。浮きました。おー、ちゃんとこう優しくステップがこう2段になって、うん、ここにこのハンドルもついてて乗り降りしやすくねなってるね。こっちでいい？うん。ああ、広い、ほんと広い。足伸ばしても全然余裕。ツーシートなんですね。ツーシート。もうこっちの後ろにはもうこれ以上席はありません、うん、なんで前の運転席と助手席とこの2席の完全4人乗りの車です、うん、はい、ということでレクサス LM の早速車内の説明をしていきたいと思います。まずもうものすごい広いです。こう足をこう見ていただけると分かる通り、足を伸ばしても全く届きません。まあ、そもそも足が短いんで、それもありますが、けど、多分身長170、80の人がフルでこう足を伸ばしても、全然余裕があります。で、あとモニターがものすごい大きいです。まあ、後でちょっとテレビ画像なんかも出してみますけど、なんだろうこれ。テレビで言うと何インチぐらいあるんだろう。ものすごい横に広いです。縦横比ちょっとおかしいんで、どうやって映像出るか楽しみですけど。うん、まあ広い、テレビも大きい、そしてさらにびっくりなのがこのシートのリクライニング、ものすごい倒れるんでちょっと実演してみたいと思いますが、これいいのかなって、法律上いいのかなってぐらい倒れちゃうんだよね。ほら、どこまでも行くのこれほら、お、フルフラット、これ、うん、これ今最大フルっすねほぼフルだよねこれ、うん、で足元もやると、これか、こんな感じ。もうベッドっすね。完全フルフラットに近い感じ。
まあ、飛行機の、まあ、ビジネスクラスぐらいには少なくともなってるよね。だからさ、これ走行中にこうベルト仮にしたとしてこうやってやってもさ、ここをなんかさ、こうやって抜けていっちゃうんじゃないで、俺が昔聞いたところによると、これはあんま倒しすぎちゃうとベルトの下をこうグッていっちゃうからダメって聞いてたんだけど、多分これレクサスさん相当攻めてると思うんだよね。限界のとこ行ってると思う。で、サイドウィンドウもルーフウィンドウもあるんだけれども、全部こうシェードが出るようになってます。こんな感じでルーフはこうか、こうか、こんな感じで。なので、まあ寝るときとかね、もう全部こうやって閉めちゃって、どのぐらい暗くなるの、まあまあ、まず暗くなります。そのドライバー席とこの後ろの席との間にパーテーションって言ってね、ガラスの扉が閉まるようになってるのね。今閉めるんで、そのまま取っててね、行きます。お、早い。すごくない？早い。そう、ちょっと待って、今あのスモークかかっちゃったけど、最初はこう、おで、これがこのガラスが曇るのも、ここにあるボタン一つで曇ったりクリアになったりするのよ。多分ね、 LED でなんか多分やってると思うんだけど、ちょっと詳しくは分からない。で、まあね、この機能があることで、まあ、こちら側の一切音も運転席には聞こえないし、逆に言うと運転席の音も聞こえないと。で、僕はあのドライバー2人ととても仲が良いので、めったにここ閉めることはないんだけどね。この車の全てのコントロール、運転以外のほとんどのコントロールは、この後部座席についているここに iPhone みたいなあのデバイスがあるんだけど、これで操作ができます。で、このデバイスはこのボタンを押すと、こうやって取り外すことができて、で、後ろ座席左右それぞれにこの1個こういう iPhone みたいなのがついてる。で、これで操作ができます。はい。で、音はミュートにして、まあ、とんでもないのがたまたまつけて今ちょっとモザイクかかって皆さん見えないと思いますけれども、通販番組が映ってます。大きいね、これは。音は入れちゃまずいもんね。はい、うん。音もね、すごいいいから聞いてもらいたいんだけど、ちょっと残念ながらそれはあれだね。あ、で、切り替え、おお、すごい。シネマモードとかってやると、すごい横が広がった。で、フルスクリーンモードっていうのにすると、さらに横が、うわ、すごい。まあ、ぐーっと、普通のテレビ番組をここでスクリーン全開にしちゃうと、真横まで伸びちゃうんだけど、1メーター、30ぐらいあるかな、これ多分そのぐらい横幅すごいですね、うん、家のテレビ積んでるんですよ。 DVD とかかけてさ、これシネマモードで映画見れるね。これ まさにこのシネマっていう切り替えをすると、あの映画館と同じようなあの比率になる。例えば、それでは皆さんからいただいた、質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、車内装備もっと見てみたいです。テレビとか、ハグリンさんからいただいてますが、先ほど説明した通りですね。ハグリンさん、ありがとうございます。レクサスすごいですね。シートは電動リクライニングでしょうか。これも先ほど紹介してしまいました、島の子さんからいただきました。まあフルフラットに、ね、なります。で、座り心地もいいですね。全部これレザーね、できてます。合皮なのかな。で、この座る座面はこうよく見ると、このパンチングレザーっていうんだけれども、無数の穴がこう均等に開けられていて、多分蒸れたりしないように、あとはその冷却風、風をこう下からちょっとやったりして、ここがじとっとしないような工夫がされてるシートです。素晴らしいです。で、ホールド感もあるし、まあふかふかで、なんだろう、もう
社長室にあるもう接待するねの時に使うソファみたいなぐらい高級レザーをなんか使ってる感じがします。 あとそうだ、紹介し忘れてたけど、このサイドからはねこういう小さなテーブルが出て、まあここでお弁当をこう食べたりとかね、まあ iPad ぐらいだったらここに乗せて仕事ができたりとかしますね。まあこれも使ったことはないけど、まあここにあれだね、ドリンクホルダーがついてますね。すいません、全然リクライニングの紹介じゃなくなっちゃったけど、豊かなのパパ様からの質問で、アームレストの中とかのいろんな仕掛けを紹介してくださいってことなんですけれども、まあこっち側はさっき言ったようにこうテーブルが出ますと、でこっちはあこういうあのボックスですね。僕はこのキリトールソーダ味のガムを入れたり、まああとお腹の調子をねたまに壊すんで赤玉の腹薬を入れていたりとかね、あと冬場非常に乾燥しますので常にこのリップクリームを新しいものをここに常備しています。まああとはこう手鏡なんかも入れて大丈夫ですかね、こんな感じでやっております。まあかなり広い、グローブボックスがあります。でこちらがなんとですね冷蔵庫になってます。まあ今あのお水が6本入ってますけれども、これ350なんで、まあ高さ低いですけど、冷蔵庫のサイズ的には500はもちろん入るし、ワインボトルとかシャンパンボトルとかも入るぐらいこうゆとりがあります。ちなみに、僕はいつもこの観音温泉というお水を愛用してまして、ちょっと価格は張るんですけれども、なんだろう、すごく柔らかいお水で、あの食事にも合うし、とても大好きで毎日飲んでます。メーカーがそのままなんですね、観音温泉株式会社様、1年分とかやめてください大変美味しいです。はい、あとはここもそうですね、収納、まあ、ここには僕はお菓子を入れてます。今日はじゃがりこの梅味、こちらカルビー様梅味大変美味しいございます。あとこれ好きなんですね、宮古昆布、こちらのメーカーが中野物産さんなんかもうお待ちしております。番組変わってきた、はい、でこちらも、はい、これも同じく、収納で、最近僕はもう超ハマってるのがこちらピュレグミ、ピュレグミだらけ、ここ全部ピュレグミで、特に好きなのがこのプレミアムシリーズの、これ桃なんだけれども、もう一個ね、いちごもあるんだ。ありました、ありました。このいちご。この二つが僕大好きです。こちらのメーカーは、甘露株式会社様。大変助かってます。いつもありがとうございます。いやいや、提供されてるだけただ好きなもの。はい。グローブボックス系収納系は、以上です。この扉、スライドドアでもう向こうまで行かないと扉がね開けられないんだけれども、うん、これ実はここで開けられます。これ便利だよね。でもちろんここで閉めます。あ、運転席のパネルが見たいってことなんで、ちょっと僕がじゃあドライバー席に乗って少しこの駐車場内走らせてみますか。じゃあいいですね。はい。よし。はい、ということで運転席に来てみました。おお。素晴らしいね。でこれがレクサス LM の鍵になってます。でこれもう最近のほら鍵はさ、こういうとこ入れないわけ。うん。でどこでエンジンをか、かけるか。これかな？あ、消えちゃった。電気系が消えて、
ちょっとエンジンかけてみます。はい、え？ちょっと待って、エンジンかかったの今。ブーンとか何にも言わないんだね、これ。今かかって消したと思います。そういうことだ。はい。もう一回いきます。はい。もうそれでいいと。これエンジンかかったの？ちょっと待ってもらって。いや、もうハンドル緩くなってるから、かかってる。おー。おい、レクサス。おー、すげー。おー、かかった。じゃあちょっと走らしてみようかね。はい。ちょっと緊張するな。あ、すごい。これミラーがさ、もうこれ。関係ないんだよ、これ。ああ、映像なんですね。映像のミラー。うん。で、これ、ギアは何これ。普通、こう、レーシングカーだとここでシフトアップするんだけど。これ絶対こうだよね。ん？ドライブ。ドライブ入んないんだけど。ブレーキ踏んでます。ブレーキ踏んでる。どうやってやるの？あ、パーキングを解除するのかな。いや、違いです。あ、これだ、パーキング解除。こうか。はい。え？ M に切り替わる場合は、D にしてからって。M って何？あ、こういうことか。あ、わかったわかった。右にしてこうだ。うんうん。右にして上だと、あの、リバース。はい。じゃあ、ちょっとゆっくり行きたいと思います。いいですか？はい。おー、やば、静か。え、何この静かさ。あ、やばい。違う違う違う、左ハンドルだとこっちなのよ。ウィンカーが。こうか。あの間通れるかな。静か。あ、めちゃくちゃ運転しやすい。運転しやすい。うん、なんだこれ。普段レーシングカーしか乗ってないからさ。うん。それかスーパーカー。最近の車ってこんなに静かでこんなに運転しやすいんだ。うん。うわ、軽っ。こりゃいいわ。みんな撮ってる。これ危ないよね。うん。大丈夫。ああ、気をつけてください。ああ、いける。ああ、富士山綺麗。小回り。うわ、めちゃくちゃ小回り効く。すごい。うん、見てこれ。ほら。この小回り。わかる。こうやって、ずーっとこれ、ぐるぐる回れるぐらい。うん、そんなに広くないよ、ここ。まあ、これ駐車場だからこうさせてもらってるけど。しかもサーキットの。確かに。うん。めちゃくちゃ小回り効く。お、う、っ、ん、きい感じします？いや、全然。走ってて。うん。大きさの割に、重さも感じないし、うん、ハンドルの小回りもすごい効くし、うん。とにかく全部が軽い。ちょっとバック入れてみようかな。はい。普通普通っていうか、いやでも駐車もしやすそうですね。すごい。ちょっと車庫入れしてみようかな、久しぶりに、うん、どこに入れてほしい？じゃあそこの59番、はい、59番ね。俺うまいよ車庫入れ。びっくりしちゃうと思う、見てる人。見て。59番。完璧じゃん。見て見て見て。見てる見てる。ぴったり。はい。素晴らしい。素晴らしい。はい。なるほど。まぁ、ちょっとこの辺の細かいのは後で、ね、はい、やってもらうとして。乗り心地も最高だわ、これ。うん。エンジンルームをじゃあちょっと、
せたいと思うんですが、あ、これだね。これは、まあ、よくあるとこにこれあります。はい。前が開きました。あれ大丈夫？なんだ？真ん中ら辺に立って、ちょっと、お願いします。だいぶ奥まで手入れたけど、ずらすからね、やつ。多分そう。はい、山県。下にいれば。下なの？はい。こちらがエンジンルームとなっております。2.4 リッターなんで、エンジンは小ぶりで。ターボなんだね。はい、ターボですね。綺麗だね。そうっすね。人一人入れるかな、山本。暑いよ。暑いな、これ。暑いか。暑いか。まだちょっと温まってるね。はい、はい、ということで、少し長い解説となりましたが、届いたばかりのトヨタレクサスさんのLM 新車紹介とさせていただきます。まあ、スーパーカーではないので、これは番外編にしようかな。うん、前澤友作、車を買ってみた番外編、うん、レクサス LM 編でした。はい。次はスーパーカーになるかね、納車は。の予定です。うん、まあ、アストンマーチン、バルキリーが先月ぐらい。そして今月に LM と。次は ?4 月に。4月 ?4 月。まだ聞いてませんでした、それは。何が来るかまだ言えないのかな。内緒にしておきましょう。はい、まあ、またその時をじゃあお楽しみにしていてください。はい。じゃあ、はい、レクサス LM で日本中飛び回り、頑張りたいと思います。まあ、僕は運転というよりは後ろでくつろがせていただく立場なんで、このゆったりとした車で、後ろでちゃんと、元気になって、くつろいで、力をつけていろんなところで仕事を頑張りたいと思います。まあ、今日もその一環でこれからこの後このサーキットでカート走行の練習をしますので、まあまたその模様も別途収めてますので、いずれ YouTube で公開するかもしれません。で、今回あの前回の YouTube から結構更新タイミングがあの短い間で上げられたと思うので、引き続き YouTube をちょっと頑張っていこうかなと思いますので、チャンネル登録とか、いいね、はい、いいねみたいなのをこう押していただけると、僕もやる気になって頑張ると思いますので、もっともっといろんな僕の私生活や考えや、そういうのを知りたいという方は、ぜひチャンネル登録と、いいねを押していただけると嬉しいです。あれですね、あと何見たいかとか、コメント欲しいですね。ああ、そうですね。まあなんか、車が2回続いちゃってるんで、うん、車だけじゃなくて、こんなのも見せてよとか。こんなこと語ってよとか、こんな人とコラボしてよとか、そういうのもありましたら、ぜひお聞かせください。まあ僕は別に YouTuber ではないので、まあ、あくまでもマイペースにはやらせていただくつもりでいますが、なるべく皆さんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは、前澤友作 YouTube チャンネル、並びに二人のやっている、ここにも書いてある MG スーパーカーチャンネルを引き続き皆さんよろしくお願いします。今日はレクサス LM の説明に付き合ってくださりありがとうございました。またお会いしましょう。